総を務む9は中華人民共和国の政治家。9メンバーからの入れ替わりの中共八大元老の一人。原名は総印号と。1926年6月に中国共産主義青年団、12月に中国共産党に加入。故郷である湖南省、竜養県の義勇軍を率いて、毛沢東に従い成功山入り。 1928年の初めに、高能革命軍第1弾、第 3A の英部文書、英史兵委員会主席を歴任。同年5月、紅れない第4軍第32弾、第5連邦代表。1930年、紅れない第12軍第35師、第103弾政治委員。1932年、暮れない第5軍団第13師政治委員。 1> 第1次から第5次までの反囲い総作戦に参加。1934年10月、軍事委員会幹部団政治委員に任命され、調整に参加。1935年8月に、皇軍大学特化団政治委員、9月に、皇軍戦艦主体幹部団政治委員。同年11月、先制省北部に到達し、皇軍大学政治委員に任命。 北路軍が編成され、政治委員となる。同年末、皇軍、第28軍政治委員。1936年春、北路軍圏、第28軍政治委員となり、統制及び政制に参加。日中戦争では八祖寺軍第129師団に、配属され、政治部副主任。政治委員を務めた、東昌平と知り合う。第二野戦軍系の軍人として、 当格を表す。1949年の中華人民、共和国成立後は、雲南省党委第一初期、将軍区政治委員西南軍区副政治委員1954年に中央に移り、中央組織部副部長、解放軍総幹部部第一副部長として、総幹部部の日常常務を担当。 1956年11月から第3、機械工業部長として、原子力事業を担当する。1960年9月、東北局第一初期、信用軍区第一政務委員。文化大革命では、東昌平との関係を問われ失脚。1977年10月、第7機械工業部長、東組初期として復活。 1978年12月、中央組織部長。雇用法に代わって、冤罪で失脚した幹部の名誉回復事業を引き継ぎ、文化大革命で審査対象とされた230万人以上の名誉回復を行う。1980年2月、第11期後中全会で、中央初期処置初期、 1982年9月、第12回党大会で政治局委員に選出され、幹部組織の業務を継続して担当。1985年6月、党昌兵の幹部若返り構想に賛成し、王進党栄長と連名で申請し、中央政治局委員、中央委員など、全職務から退く。しかし、 中国共産党中央顧問委員会第5回会議で副主任に選出され政治局委員と同等の地位を確保。1992年の顧問委員会廃止に伴い政界から完全引退。2005年1月8日、北京で病死。第7期中央委員候補、第8期中央政治局委員候補、第11期中央委員。 第12期中央政治局委員。娘の総明明は文化大革命期に公衛兵として活動した。ありがとうございます。